大島キッチン特別編スパイスカレード、まあ、本日もお料理をやっていくんですけども、まあ、日頃というかもう昔からなんですけどもやっぱカレーが大好きでして、よくお店とかでも食べに行くんですけども、まあ、日本のカレー問わずインドカレーも好きだしタイカレーも好きだしカレーなら何でもとにかく大好きで、まあ、いつかですね、まあ、こうちゃんとスパイスとかからルーを使わずにスパイスを調合して、カレーを作れるようになりたいなと思っておりまして、まあそんな中というか、まあ、福坂くんのお母さんはこの僕の思いを知ってたのか知らないのかちょっと分かんないんですけども、こんなものをですね仕送りの中に入れていただきまして、これも本当に僕のために入れてくれたものだとは思ってるんですけど、せっかくこのね手作りカレー粉セットギャバンですね、やっぱスパイス系のよくスーパーで見かけますけど、これの、まあ、スパイスが20種類セットになってるやつを、送っていただいたんで、まあこれさえあればですねそんなスパイスの調合って結構難しいイメージあるんですけど、まあ、できるんじゃないかということで、まあこれからスパイスカレードを進んでいくわけなんですけども、それのまあ第一歩として、こちらを使って、カレーを作っていけたらなと思っております。じゃあ早速、やっていきましょう。料理スタート。それでは早速、開けていきたいと思います。なんかこれもう全部混ぜちゃっていいみたいなんで混ぜていきます。すごい20種類。じゃあ早速一個ずつやっていきますよ。じゃあまずこちらクミン。クミンってよく聞いたことある、よく聞くね、定番っぽいスパイスですね。わあ、なんかすごい匂いする。続いてターメリック。あ、これもよくなんかカレーといえばターメリック。腐って言うね、腐って言うね言っちゃってたけど、ターメリック。おお、でもカレーの匂いする。うわ、何これ聞いたことない。フェネグリーク。あ、フェネグリークか。なんで知ってんので、フェネ、うわすごいスパイス。あ、なんかでもちょっと漢方っぽい匂いするな。やっぱり続いて4つ目。あ、フエンネル。すごいすごいすごいな、これもうこの部屋は一気にインドですね確かにな、はい。じゃあちょっとこれ混ぜていきますね。これを混ぜていく。ちょっとこれ、うわすげえ。面白い、これワクワクしてます。めちゃくちゃワクワクしてる。わっ、あ、でもちょっとカレーの匂いするわ、やっぱり、混ぜたら。どうですか。うん、あ、でも色は、うわ、もう完全カレー粉、カレー粉だし、めっちゃカレーの匂いする。はい、ということでじゃあ、早速作っていきましょう。はい、まあ、今日はチキンカレーをやっぱ定番の作っていきたいと思います。こちらですか。こちらですね。はい、はい、じゃあ早速玉ねぎから。なんか玉ねぎを飴色になるまで炒めないといけないっぽいんで。ああ、そんなのもあるんだそう。え、失敗するとかもあるんですかね。やりえるんじゃない。やっぱこの水の量とか難しそうでした。ああ、じゃあちゃんとやれよ。すごいな、ちゃんとやれよ。ちゃんと飯食いたいから美味しく。うるさいって。玉ねぎを切っておりますね。まあ、玉ねぎはみじん切りでいいだそうですね。みじん切り。テリリリ。これも俺が。テリリリ。テリリリ。テテテテテ。テリリリ。テリリリ。テリリリ。テテテテテ。テリリリリ。モンスターファームの BGM です。はい、じゃあ切り終わりましたんで、炒めていきます。はい、オリーブオイルを敷きまして、生姜をすっていきます。ここに一応その作り方も載ってて、まあ、一応これになんとなく沿ってやっていきますね。はい、生姜 4,5 人分が
生姜みじん切りなんだ。大さじ1。あ、するんじゃなくてみじん切りなんですね。生姜のみじん切りちょっと見せていただきます。いや一緒だよ。うわ結構多いな。大さじ1、まあいいか。器用ですな。はい、まあ、そんぐらい細かく切れば大丈夫でしょう。まあ、そうだな。こんなもんでいいですかね。はい、そしてどうやらですね、まあ、混ぜたところで僕はこのカレー粉完成してたと思ったんですけど、説明書によると、これを今から油で炒めないといけないらしいんで、粉を、その作業も同時進行でやっていきたいと思います。はい、じゃあこの今こちらは飴色にしてるんですけども、粉を大さじ1杯の油で炒めていくそうですね。入れていきます。すごいなこれ、一切なかったですねこの発想は。なんかこれも結構繊細で焦げちゃいけないらしいんで、ちょっと結構粉を炒めるってすごいな。うわすごい匂い。なんか頭皮が、うわすげえカレー、うわ匂いがすごい、なんか毛穴がブワッて開いてる感覚というか、すごいなこれ。ちょっと上杉5分測ってくるんで、ね、今から。はい、目がカチカチします。チカチカ、ね、いいか、あと10秒。あ、じゃあいいか。はい、やっと5分から6分ぐらい炒めてることだ。おぉうおぉ、え、折れた折れた。おい、そんなことある、すごいな。おい、こいつフライバー折ったぞ。ちょっとどうやってどうやって持つのこれ。まあしゃあないもんこれ。え、大丈夫かな、なんか部品入ってないこれ。入るか、なんかわかんないじゃん、怖っ。だいぶいいけどな、こんなんでいっか。アメ色じゃない、玉ねぎ、オッケー。はい、ではここに飴色になった玉ねぎの上にホールトマトを2分の1缶入れていきます。ホールトマト、これカットトマトですね。200g、 そうか、だいたい1つが 400g なんで、その半分の 200g、 カレー粉大さじ3入れていきます。大さじがこんぐらいかな、1、で、焦げないように炒めていくと。うわすごい、それアップでいただいていいですか。おお、まあ、カレーの匂いはめちゃくちゃしますよ。うん、ちょキーマっぽい。そうだね、500です。はい、じゃあまずは500。200です。はい、これ 700cc、 OK、 ちょっと火を強めて。とろみつくんですかね。いや、とろみはつかない。あ、つかないんだ。サラサラですね。嫌い、サラサラのカレーは。いや、でもスープカレー好きなんで。え、はい、す
スープカレー。スープカレー、ね、スープカレーというか、まあでもインドカレーって結構サラサラだから。あ、そうなんだ。そうそうそう。はい、じゃあこれでちょっと煮詰めっていうか温めてる間にですね、はい、続いて沸騰したら、あ、これ沸騰させるんですね。沸騰したら鶏肉、あらかじめこれちょっとカレー粉でちょっと下地つけてます。で、チャツネがいるらしいんで、ちょっとバナナをですね、ちょっとここでちょっと切っときましょう。はい、それでは沸騰してまいりましたんで、鶏肉と、まあ、バナナ、チャツネ代わりのバナナを入れていきます。跳ねるの怖いな。怖い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 。ドーン。よし、バナナ、結構みじん切りにしたバナナですね。はい、 OK。とあと塩小さじ2分の1、小さじ2分の1ぐらい。はい、こんなもんかな。まあちょっとこれは味見しながら。すごい楽しみっすね、これ。鶏肉を最後に入れるっていう発想があんまなかったっすね。じゃあこれで鶏に火が通れば完成なんですかね。うわ、うまそう。なんか本格的なやつって感じ。よし、あとは待つだけ。味がしない。え、何これ、味しねえぞこれ。塩も足りない気もすんな。どうやらですね、スープの素がないと味が薄いみたいなんで、このコンソメ2かけ入れます。バナナが思いのほか結構強い気がする。入れすぎたかも。難しい、繊細っすね、やっぱりこういう一から作るってなるとね。カレーのルーがどんだけ優秀かって話っすよね。めちゃくちゃ繊細だわ。ちゃんと分量もちゃんとしないと。どうなんだろうこれ。あれ、なんか思ってたの違うな。すごいわ、なんかスパイスっていう感じはめちゃくちゃする。え、バナナ入れすぎた、もしかして。わかんない、ちょっとわかんなくなってきた。え、カレーの味はするんですか。うん、多分。いや、すると思うけど。まあでも、まあうまいか。なんかやっぱ確かに本場のカレーって結構何の味なんだろうこれって。やっぱ日本人の舌に馴染みがない分、やっぱこんなもんなのかもしんない、もしかしたら。いいかこれで最後。まあでもどうしようもないもんな、これが何が足りないのかとかもちょっと正直よくわかんないから。うん、まあこれでいこう。はい、完成。初めてのスパイスカレー、じゃあ食べていきますか。はい、ありがとうございます。はい、はい、それでは食べていきましょう。いや、完全にもう
もうちょっともうスープカレーでもないし、まあでも本場のカレー、インドカレーって結構このぐらいシャバシャバだから。いただきます。いただきます。いや、これが味すんのかってとこですよね、カレーの。あれ、うん、食べていきます。うん、うん、ちょっとご飯とちゃんと食べて。あれなんか そうなんだよ、なんか解明できない味すんだよな、これ。いや、全然俺は好きですけどね。カレー、うん、スープカレーっぽいから逆にこうなるんじゃないですか。まあ、確かに唯一説明書に乗っ取ってないのというか入れてないのがあるんならヨーグルトなのよ。あとチャツネがなかったからバナナ。いや、全然俺食えますわ。うまいんだけどね、うん、不思議な味がする。もうこんなもんなのか、なんか本場のやつって。なんかいつものルーのカレーを想像してたら、うん、結構違うっていう。結構違うね、感じですね。でも別にこれの味を楽しめはしますもんね、うんうん、全然。なんかお店でこれ出てきたらまあこんなもんか、うん、あ、なんか確かにちょっとおしゃれな味がするというか。だんだん美味しくなって、うんうんうん、もし慣れてきたら、うん、うまいわ。え、普通にうまいっすよ、うんうんうん、マジで。ちょっと自分は癖になってますね。俺も、うん、そうですね、うん、癖になってきた、うん、あと一個、うん、うまい、うまい。ちょっとルー足していいですか。うん、うーま、うーま、うん、肉揉み込んでるからやっぱりパンチがそこにやってますけど、そうそう、そこなんですよ。